はい、どうもはい、今回テーマはね、今まで仕事をやって、辞めた理由。仕事辞めた理由。うん。まあ、いろいろありますよね。何？まあ、大体、そうきますか？大体上がってくるのが、その、上司とかも、その、まあ、友人関係、その、会社の関係、うん、まあ、その対、人の人間関係ですね。うん、でもう一個が、給料が安い。あとはブラック、残業代がつかなく、多分この3つが上がってくるんじゃないかなって僕は思うんですけど。ちなみにどうですか？辞めた理由、はい。今までやった仕事はまあ結構あるけど、辞めた理由ね、理由は結構あるんよ、いろいろ。はい、その中でもってことね。まあ、とりあえず一つあげますよ。とりあえずは仕事内容。内容。マンネリ。ああ。マンネリ。ああ、すごい共感できる気がしますわ。うん、なんか、つまらなくなってきたんやってて。ああ。飽きた、みたいな。飽きた、マンネリ。あるあるですね、それは。あるあるやね。マンネリ。これをずっと続けるんかって思って、これ定年までするんかって思ったら。なんか違うな。うん。ああ。それでもう人生終わりみたいな。まだあるだろうみたいな。他にね、うん、そうですね、やりたいことは。そうそう、まあそれだね。まあ、それがまず一つ。あと43個ぐらいある気がするんですけど。まあ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 、伊藤さん。俺はあの人間関係。人間関係やっぱ上がってきましたね。もうまあこれは嫌なこった。一番やね、仕事で。これはもう本当に。うん。確かにそれ仕事、逆に人間関係良かったら結構続くんですよね、意外と。そうなんですよ。仕事がきつくても人間関係がうまくいったらやめないんですよ、これ。なんとか頑張れるってやつですね。頑張れるんですよ、励まし合えるんですよ。うん、でも人間関係がついてくると。まあまあ、具体的に人間関係どこがダメ、どこがどうダメだったん？やっぱ、合う合わんがあるじゃないですか、職場の人と。あ、まあそれはもう。どこがしててもそうやけど。そうですね。うん、派閥とかなかったんですか？派閥あったね。やっぱそうですよね。あったあった。そういうのとかもあったし、うん、まあそれで挫折したってのもあるかな。まあ今のご時世もあれですからね、パワハラセクハラとかモラハラとかで今いろいろちょっと言えばああっていうことがやっぱ多いんでですね。そうそうそう、昔はスパルタやったんですけど、今はもう全然そんなこともないですよ。あの、まあ、それもそうやけど、はい、まあ、それは多分会社によって違うんやけど、はい、会社自体がそういう、なんだっけ、労働基準法を守ってない会社が多いと思う。はい、むしろその会社しかいないでしょ、それこそ。意外と、ホワイトの。だからそこで労働基準局に、はい、その、行ったらもう絶対その会社、もう営業停止、なるっていうパターンが、結構俺、なんていうん、その実例っていうか、実際にそういう会社おったし、はい、これ労働基準局訴えたらいけるんじゃないみたいな、まあ、何回もあったんやけど、結局、はい、あの他の人らがそのめっちゃそうサービス残業とかして、もう残業時間もすごくてあって、でもそれでも言わんのよね、なんか。そういったところでどうなんかな、そういう労働基準局が、それを認めるかどうかよね。認めるのかもしれん。そうですね。まあ、そこで、あえての人間関係を作っておければ大丈夫ってことですよ。みんなでグルガで行こうぜ、みたいな。ああ。そうそう。あれよね。デモか。はい。デモ。みんな、集団デモすれば、もういけるかもしれない。一人が行ったところで、多分、会社、もう、逃げ道はあるけ。はい。多分、そこやろうね。なんか意外と労働基準監督署も動いてくれそうにない気がしますけどね。ああ、そうかそうかそうか。うん、あとはブラック企業やね。残業期間、休日出勤、年金とかですよね。そうそうそう。あと社員がデタラメっていうか、あ、社員がやらんっていうか、うん、なんでバイトに休むみたいな、うん、そこ、うん。あとなんか、こき使われる感じが僕嫌です。こき、その、あ、昔行った時とかも。なんかもうちょっと言い方あるやろっていう。
言い方ってその口調が強いっていうこと、まあ、口調は強いんですけど、そのなんかもうちょっと分かりやすく説明するとか、まあ、聞きづらいんですよ、やっぱ高い壁があったりして。そうそう、これあの一番最初の仕事俺新人で入るじゃん、はい、で仕事覚えんなきゃいけんやん、はい、でなんかもう一回行ったらもう次言わんぞみたいな感じで、そうそう、それでも全部メモっときよみたいな、うん、でそれもう次なんか作業するときにそれ全部見て一人でやれみたいな感じだったっけ、そんな感じだったんやけど、まあひどいですね、うん、ちょっとね高校卒業してすぐとかってさ、はい、ちょっとなんでまだ高校生活の、はい、高校の感じが抜けてないんよ、学生気分が抜けてない、学生気分抜けてないからやっぱりすぐそういう仕事モード、仕事のなんだっけ、仕事スタイル、生活、仕事環境にまだね溶け込めてないっていうか、どうしてもね、確かにそうですね、うん、だからそれちょっとね、それはちょっと無茶ぶりかなと。確かにその通りです、うん、それはあった、うん、右も左も分からんで緊張しとって、 そうそう、それで覚えろでもっと圧かけられたらもうそれはきついですもんね、うん、で新人がええことにもうすげえからかうっていうかおちょくってくるんや、あーすごい分かりきます、分かる、おう新人みたいな感じでなんかちょっとあの俺先輩だという感じで出てくるやつとか、おおろろろろ、すげえ上から目線でね、はい、俺偉いんぞみたいな感じで出てくるやつ、うん、あれやっとけこれやっとけって、うん、いやー確かにいますね、それはあるね、俺偉いぞみたいな感じで見せてくるとかもういましたよ、うん、まあ、そういうのもあって、まあ、そういう、うん、だけどそういう積み重ねはね、うん、俺はそういう積み重ねがあって結局不信感を抱いて辞めたわけなんやけど、はい、うん、私は多分そういうのですよね、辞める理由とか特に入ってすぐ辞める人とか大体そういうパターンですよね、そうそうそう、入ってすぐ辞める人ってどうなんかな、そのまあ、仕事合わんかったけ辞めたっていう感じよね、単純に自分が合わないってまだこっから楽しくなることがあるのにそれをもう見ずに見切って辞めちゃうとか、あと教え方とかないかね、その人の、ああ確かにそうですね、そういう先入観、その人の方がちょっと教える人がひどかったら、うん、なんかもう嫌だみたいな、ああそれもありますね、教える人もさ上手い下手もあるよね、うん、そうそうそう、その人によるよね、うん、そうですね、ほんと下手な人に教わったらすっげえなかなか覚えねえんだよ、で苦労しますね、そうあの人はこう言ったのにみたいな、うん、そうそうそう、なるね、あら、うん、苦戦するわな、それは、そうそう、あの人は、あとあるのがあの人はこう言ったでもこの人はこう言ったっていう矛盾が発生する、どっちを言ったらいいのみたいなのありますよね、うん、教育もせんで否定だけは早いみたいな、あとは否定から入る人、なんでそれそこいたみたいなさ、あい いや教えてもらってないしみたいな、じゃあ聞きようって言われますもんねじゃあ言えようと思いますけど否定だけは早い、うん、ちょっとたかが調子不正がとか思いますけどね僕は、まあ、でも工場長の場合どうなん、その部下がおるな、はい、部下に対してどう、そういう、まあ、単純に放置です工場長放置、放置って言ってもあのやっぱ閉めるとか閉めるっすよ、そりゃでもやっぱ気を抜くとこってやっぱあるじゃないですか、やっぱずっと会社にいてやっぱずっと閉まったままだったらやっぱいけないんで、まあ僕もボケたりとかして、うん、もうちょっと一人はしたりとか、あといじめられてるみたいな、ちょっといじられてるみたいなことをしたりしますね、やっぱ仕事上やっぱりきっちりやらないといけないんですけど、別にそれ以外はもう砕けた感じって言ったらいいですかね、うん、そういった感じで、うん、やっぱオンオフを切り替えることがやっぱ大事かなと思いますね、うん、あとは言い方の問題ですね、あの否定的なことから入るんじゃやっぱ向こうもやっぱそういう目で見てくるんで、あ言ってもダメだっていうのもありますし、あとは決断力ですかね、まあ、あちょっとわからんって言ったらまた部下も動きにくくなれないですか、うん、もうイエスかノーかですよ、うん、はいかイエスですよ、うん、っていう感じですかね僕は、まあ、辞めた理由はね、まあいろいろありますよ、いろいろある、本当いろいろありすぎて、まあね、その人それぞれよね本当これって、まあ俺だけじゃなくて、まあうん、結局どうなんかな、辞めて
でも辞めることで良かったっていう場合もあるから、うん、そうですね、本当だから辞めることに対しては別にあの悪くはないんよね、うん、悪いことじゃないと思うし、はい、うん、ただすぐ辞めるのはどうかなと僕は思いますけどね。やっぱ続けてみてそこから分かってくるから楽しんでやって、鼻から分からないところで やっぱやったらすぐ辞めてしまうと楽しいことが見えるのに見えなくなってくるっていうのもあるんで、うん、まあ、よく言うのが3ヶ月、まあ、最初は3日その次は1週間ってよく言いますけど、まあ、3ヶ月ぐらいは頑張ってた。3ヶ月最低せんと分からんよね。分からないですよ、さすがに会社のこととかね、うん、中身が、うん、人間関係もまだできない状態なんで、うん、そうそうそう、3ヶ月でよく見えてくるからね、会社の中身が、まあね、まあね、あ大体こういうパターンかみたいな会社は、うん、まあ、そこで初めて辞めてみてもいいですし、すぐ会わんって言ってやると、今できる使用期間ってあるんだ、はい、ああそうかそうか、そうか、使用期間あるもんね、使用期間あるよね、大体3ヶ月とかが多いですよね、ある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 、まあ、3ヶ月過ぎて社会保険加入みたいな、うん、そうそうそう、そういうね、使用期間の後、まあそれ合う合わんってあるけどね、どうしても、まあそうですね、それはまあしょうがないよね、合わんの嫌々やってもさ、それは苦痛なだけやけ、はい、合わんからいけんってわけでもないですけど、うん、合わんかったらもう次見切って面白くないよね、はい、うん、せっかくの人生を追ってまた人生まで大きくなりましたけど、自分の合う仕事をせんと結局、はい、そうそう、ベストスタイルを、うん、やっぱりそれが一番長続き、結局長続きするか、うん、どうかが多分、まあ、例えば自分の趣味から見つけてもいいですよね。あー、まあ好きなこととかね、はい、趣味とか、うん、趣味、趣味ってのもむずいぜ、例えば趣味からって例えばその自分が例えばカラオケが好きだって言ったらカラオケ店員に行ったらもっと何かいろんなことが見えるかもしれないですし、まあ、例えばですよ、はい、うん、まあ、ゲーセンやったらゲーセンのね、ゲーセンとかですね、うん、人を相手にする仕事がいいのか、それと物を作る仕事がいいのかっていうのはやっぱ分かれてきますよね。確かにえらい範囲がでかくなりましたけど、ちょっと仕事なじゃあそのまとめようか、そろそろ僕もついでに、まあ辞める辞めない、まあ、人生どっちに転んでも吉ですので、まあ辞めてもいいですし、辞めなくてもいいと思います。ただ自分が本当に就きたい職は何なのかっていうのを探してみるのも一つの手だと思いますんで、まあ、いろいろじっくり自分のことを見て探すのが一番かなと思います。以上です。はい。